です。今回は私が一時帰国、今年の夏にしてきたんですけど、その時に行った母と行った台湾旅行を Vlog にしてみました。よかったらご覧ください。はい、今回は福岡からチャイナエアラインで行ってきました。機内食はこんな感じです。なんかね、機内のサービスがちょっと変わってました、コロナ前と。でも台湾に着きましたね。バスで移動しております、ホテルまで。ねえ、もう台湾って感じ。すっごい暑かったです、8月の台北。ホテルに到着しました。ロイヤルイン台北中山駅のあたりでした。でホテルからすぐ敵家街にタクシーで行きまして、お目当てのニーハオオーハオ。私は沖さんが大好きなんですよ、台湾の有名なね、多分台湾好きの人は知ってらっしゃると思います。で、敵家街のこの道路に面したところにある肉まん屋さん、すごい美味しくて、初めて食べたんですけど、すごい皆さんいっぱい肉まん、この肉まん何個も何個も買ってましたね。で、私も母も全然中国語できないから、でももう台湾の人はやっぱさすがですね、日本人の観光客が多いから日本語絶対分かってくれます。でこれめちゃくちゃ暑いんですよ、本当に暑くて。せいろからね直接出してくれるんで、本当に暑くて、すっごい美味しかったです。今お姉さんも頬張ってますけど、めちゃくちゃ美味しかった。肉まんぜひ敵家街に行ったら。このワンコめっちゃ可愛くって、すっごい、もう一匹ね右側に来てるんですけど、めちゃくちゃ可愛かったです。もうなんだ、観光客でごった返してたかご屋さん行った後に、ここの杏仁のかき氷屋さんに行ってきました。美味しかった。ここのこのね、氷の下に杏仁豆腐があって、そこから、私たちが注文したのは2種類トッピングできるっていうやつ、一番スタンダードなやつを食べました。で私は緑豆、母が戦争ゼリーを頼みました。めちゃくちゃこの日も暑かったので、もうこれ一つ二人で分けて食べたんですけど、すごい涼みました。ぜひあそこ美味しいです。ブーゲンビリアがめちゃくちゃ綺麗で台湾って感じで、敵家街のもうちょっと先に行ったところのここに来て、私はセイロを見たかったんですよ。イギリスの Vlog でも私セイロよく使ってるんですけど、あ、これね、あとここのお店鉄のフライパンとかもいっぱいあって、この鉄用のミトめっちゃ可愛かったです。買えばよかった。そこから夕飯の場所まで歩いて行ってるんですけど、この街角の裏のお寺でなんかお祭りみたいなやつがあってて、すごい演奏されてました。で、まさか1日目の夕ご飯はここは神話園です。ここがもう本当に私の家族は大好きで、本当に私が大学生の頃まではよく家族で行ってたんですよね、台湾。
て、台湾来たら絶対このお店は外せないっていうところです。有名だと思いますけど。で、店員さんがこのたけのこをね、おすすめしてくれたんですよ。で、マヨネーズときたんですけど、マヨネーズがちょっと甘すぎて、お塩を頼みました。そしたらめちゃくちゃ美味しかったです。で、この豆スープ、この豆スープが私大好きで、超美味しいの。もう本当に今から飛んで行っても食べたいぐらい、私死ぬ前にこの豆スープを食べて死んでいきたいんですよね。本当に大好きです。スナップエンドウの中の豆だけ入ってるんですよ。で、このスープもね、めちゃなんだ麺だ麺めちゃくちゃ美味しいの。このなんて言ったっけ、卵麺だ、卵麺めちゃくちゃ大好きで。でもね、店舗が今移転してて、前の店舗の時はここで作ってくれてたんですよね。だからなんかちょっと残念で、この生活雑貨店みたいなところに来まして、あ、これじゃん、これじゃん。よこかれっでた。す。スプーンをね、買いに来たんですよ。さっきの杏仁かき氷のお店のところで使ったスプーンがすっごい食べやすくって、このお店ならあるかもっていうことで買いに来ました。そしてこのレンゲがね、いいっていうふうに本にガイドブックに書いてあったんですよ。買えばよかった。あれ買わなかったのをすごい後悔してます。で、夕飯2軒目です。やっぱり小籠包すごい食べたいなって私が思っちゃって、で、今からディンタイフォンに行くのはちょっと疲れるっていうことで、はい、ここに来ました。ここも有名店ですよね。めちゃくちゃ美味しかったです。ちょっと、8時前ぐらいに行ったんですけど、ちょっと待ちました。月曜日だったかな、いや日曜日だった。で、2日目の朝です。朝ごはんを食べに小連、なんて読むか分かんないんだよな、に来ました。小連市場のとこに来ました。で、ここがね、また美味しいの。このちまき美味しかった。この甘いタレ、甘辛いタレ、甘酸っぱいタレ、甘酸っぱかったと、ちまきめちゃくちゃ美味しくって、で、このスープ、本当は私団子だけ、この白い団子だけのスープを頼もうとしてたんですけど、間違えてレバー入れのを頼んじゃって。でもね、この団子めっちゃめっちゃ美味しいの。いや、これめっちゃ美味しかった。なんかね、団子がすっごい柔くってブチュってなるんですよ。すっごいスープも美味しくって、美味しいしか言えない。で、このレバー美味しかったんです。臭みもないし、すごい美味しかった。もしレバーが苦手じゃなかったら頼んでみてほしい。で、この隣の席に座ってたおじさんが食べてた麺がすっごい美味しそうで頼んじゃいました。一皿が結構小さいポーションだったんで、結構2人で1つぐらいだったら全然余裕で食べれました。なんだこりゃ、なんだろう、醤油味の、オイスターソースと、辛い方が美味しい。じゃあついてるところきっともっと入れたいと思う。そう、辛
これはね、辛い方が美味しかったです。なんかね、結構甘さがあるんですよ、このスープについてきたタレが。でもすっごい美味しかったですね。暑かった。でもやっぱ 暑い暑い言いながら。で、2軒目、朝ごはん2軒目です。ここめっちゃ美味しかったです。めちゃくちゃおすすめします。このおばちゃんがね、隣でね、すっごい包んでて、もう素晴らしかった。この肉のゴロゴロ感見て、この細かさがやっぱ違うんですよね。ミンチじゃないの。すっごい美味しかった。ここ超おすすめです。のね、ちょっと奥の方に小皿があって、自分でも取りに行くスタイルなんですけど、すっごいね、この皮がもっちもちで厚くって厚めです。でめっちゃ美味しい。あんだけ1軒目で朝ごはん食べてても食べれるぐらい美味しかった。この辛いソースもすっごい合ってました。変化をつけたい時に。もうね、肉、もち、皮って感じです。で、ちょっと休憩がてらにカフェに入りました。で、次、ここの有名なごま油屋さんにの本店に来ました。イギリスにね、持って帰りたいからどうしようかなと思って。うちの母すっごいせっかちなんで、もう即断即決なんですよ。なんで ちょっと私 YouTube なんで追いつけないんですけど、2本やっぱ買っちゃいました。で、ホテルに戻りがてら果物屋さんです。スイカを買いました。美味しかったです。すっごい甘くて。で、ちょっと休憩してから、新農生活に行きましたね。お土産買いました。タクシーでお昼ご飯です。ここのどうしてもここに来たかったんですよね。四貫寺の方にある店舗に行こうとしてたんですけど、月曜日か火曜日がお休みで、その日に当たっちゃったので、もう一店舗の方に、ちょっと街中から離れてるんですけど行きました、タクシーで。すごい人気店でした。すごいサラリーマン街のところにあるんですけど、美味しかった。ここ超美味しかったです。おすすめ。大大おすすめです。何でも美味しかった。どれ食べても美味しかったです。あのスープはなんかケチャップの甘みと、なんて言ったらいいんだろう。肉団子とって入ってるんですけど、美味しかった。これ、そしてこれ、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 めっちゃ美味しい。これ超美味しかったです。牛肉と干し豆腐のご飯ってかお料理だったんですけど、多分これがシグネチャーみたいな、シグネチャーディッシュみたいな感じで書いてあったんですけど、めっちゃ美味しかった。あのスープと干し豆腐とって頼んで、もうお腹いっぱいになりましたね。めっちゃ美味しかった。で、暑すぎて、今回台湾行ってからすっごい思ったんですけど、お店の中がすごい冷房が効いてないっていうか、その中でご飯食べるからめちゃくちゃ暑くて。母と「暑い暑い」言いながら汗だくで
食べてるんですよね。でそのお昼食べた後にタクシーでまた四貫寺に移動してきました。ここのねお菓子屋さんで、母は職場にパイナップルケーキを爆買いしてました。クッキーは1日用です。美味しかった。でここのライムジュースをね頼んでみなかったんですよ。四貫茶なんですけど美味しかった。ここのライムジュース、お砂糖の量とかも変えられて美味しかったです。おすすめ。すごい夏にリフレッシュできる味でした。でティンタイフォン、お昼夕飯にって感じです。ティンタイフォンは絶対台湾に来たら外せないですよね。早く、そんな写真を撮ってる暇はない。ダメだ。私はもう小籠包はやっぱりティンタイフォンが好きで、この薄い皮ともう熱々のどこの生姜、この繊細な生姜の細切りも大好きです。一つ目は口にもう火傷するしたいんですよ。火傷したいの、口に含んだ時に汁で口の中火傷したいぐらい大好きです。もう本当美味しい。火傷した。ティンタイフォンはもう小籠包とこの空心菜の炒めしか私たちは頼みません。やっぱなんか味がね丁寧なんですよね。なんか小籠包もそうだし空心菜もの炒めもそうだし、丁寧な味がすごくします。で一回またホテルに戻って、あんまりにもお腹がいっぱいだったのでお買い物をそのホテルの周りで楽しみました。でここのカステラを食べてみたかったんですよ、 YouTube で見て。なので行ってきました。これね皆さん並んでたんで、なんで並んでるんだろうって思ってたら、ゴミ出しのためだったみたいです。で豆腐屋さんに来ました。豆腐層、はい、です。ピーナッツ豆腐冷たくて、はい、一つです。ここで食べます。もうさすがですよね、やっぱ台湾の飲食の人は皆さんペラペラです。日本語が素晴らしいですね。全然困りませんでした。美味しかった。この豆腐層の豆腐、あのカステラもね美味しかったよ。ちょっと一口だけ食べてみたかったんでちょっと食べてみました。お腹いっぱいになりました。ですぐ近くにあるまた別の豆腐屋さんに来ました。有名店ですね。食べ比べをしたかったんです。私は違うね。そう思った。私も今全然違う、うん、この豆腐がどっち違う、全然違うどう違うって言われると、なんか豆って感じ。そう、豆腐のね味がねすっごいこっちは豆豆しかったかな。やっぱ古いスタイルで作ってるからかな。で夜市をブラブラしていきました。お腹いっぱいすぎて何にも食べる気が起きませんでした。で足マッサージ行きたかったんでホテルの近くに行って、コンビニで
ビールとこのこのね卵を食べてみたかったんです。私ぼる塾の田辺さんの YouTube 見て美味しそうだったんですよ。すごく何回も台湾行ってるのに食べたことなくってついに買ってみました。これね行きのホテルに行くまでのバスの中で食べてる台湾人のカップルがいたんです。それでやっぱ美味しそうだなと思って美味しかった。すごい素朴でなんだろう茶葉の味がするのかな。であそこでカステラ屋さんでチーズ味とオリジナル味を買いまして夜食みたいな感じですね。よーく食べますよね本当。やばい。チーズしてるのかと私思ってたら3日目です。タクシーで朝ごはんの場所に行ってます。もうほとんど全部タクシー移動でした。今回の旅はこのね団子屋さんっていうのかな、パオズ屋さん、前まではねここご飯食べる場所がお店にはあったみたいなんですけど、ガイドブックによると。でも今はもうテイクアウトのみで、スープサンラータンスープも前はあったらしいんですけどなくなってました、スープは。でこれを買って目の前にお店の目の前に公園があるのでそこで食べました。美味しかった。皮がねしょっぱいんですよ。でもあのソースが辛甘みたいな感じで絶対ビールに合う味。朝ごはんよりも昼とか夜がいいかも。でも空いてないんですよね朝しか。で次にこのベジマン屋さんです。お肉とか全然入ってない野菜だけの、左横にねこう写真があって、で何がいいか日本語でも書いてあるんですよ。それを見ながら何個を頼むかで、10個頼むとこのボックスに入れてもらえるらしいんですね。それなので頼んで10個になるように頼みました。でこれは3日目になので帰る日なんですね。なので家に持って帰るように10個買いました。で家に持って帰って冷凍しました。タクシーにね乗ってホテルに帰りました、うん、どれだろう。でもこれにさ葉っぱがついてるってことは野菜かな。じゃあこれ思い切っていくぞ。いいよ。黒ワインや。嘘やん。やあバッチリ。キャベツ雪菜違うこと。キャベツっぽくない。食べてみて、うん、やっぱね一個食べてみたかったんで、ホテルに着いてから母と半分こっこしました。わかる。他のもの食べてみたくなるし、うん、めちゃくちゃ美味しいの。なんかなんでこう野菜しか入ってないのにこんなに美味しいんだろうって感じの味。コクがあって美味しいんですよ。でお昼ご飯にホテルチェックアウトしてからお昼ご飯に来ました。ここの巻き巻きがね食べてみたかったんですよ。そのおじちゃんがその巻くためのクレープの皮を焼いてるところが入り口の隣なのですごいよく見えるんですけど、これ美味しいの。の卵とあのソースが具、巻き巻き用の具で、これは牛肉スープを頼みました。ありがとう。麺が
美味しかったな。ここの巻き巻き。卵のね、下にこうキクラゲとか炒め、野菜炒めみたいな感じで春雨と入ってて、でこの豚牛何だったんだっけ、忘れちゃった。甘辛くて生のネギがたっぷりその下に入ってて、で本当はソースをね最初にクレープの巻き巻きの皮の方に塗らないといけないんですよ。それを私は忘れてました。もうねこれだけで超お腹いっぱいになります。美味しいの。皮がね結構油いっぱいで焼かれてるんで手は油ギトギトになりました。でも超美味しかった。でその後にここのこの行列を見て、並んでるところを見てきっと美味しいんだろうなと思って、このミルク屋さんで一つだけ買ってみたんですよ。タロイモミルクシェイクみたいなメニューだったと思うんですけど、どう？美味しい。すごい母が変な顔しながらすっごい美味しいって言うからちょっとすっごい笑っちゃって、私これめっちゃ美味しかったです。超おすすめ。多分台北市内に店舗がいろいろなところにあると思うんで試してみてほしい。美味しかった。砂糖の量は選びません。で、ここのホテルの近くで、まだ空港に行くには時間があったんで、トーファを食べに行きました。これは、ま、もうね食べ過ぎです。超食べ過ぎ。お腹がはち切れそうなのに、トーファが食べたいっていう理由だけでここに来ました。でも美味しかった。ここに来るならピーナッツの方が美味しかったです。マンゴーよりもね、はい、でもあっという間の2泊3日。いやー早かったな。美味しかった。全部私がこの旅で参考にしたガイドブック2冊です。どっちもおすすめです。はい、台湾で買ってきた購入品たちをここからは紹介したいと思います。イギリスまでなので厳選しております。まず一つ目がニーハオオーハオで買いましたサーモスになります。これは冷たいのもあったかいのも保温してくれるやつなんですけど、私は台湾茶を入れて1日飲むように使ってます。そして2つ目がセイロですね。直径15センチのものになります。適価外のあのお店で買いました。1つ80元でしたね。蓋とあれが下のやつが別個80、80で160元で買いました。ベーグル1個が入る大きさですっごい重宝してます。でこれがごま油ですね。超美味しいごま油です。本店で買った方が安いです。でこれが新農生活で買った、ラー油になります。これねめっちゃ辛いんですよ。なんですけどすっごい味がよくって香りもよくって舌が結構ピリピリするので、あんまり辛いのが苦手な人は少し入れるのをおすすめします。すっごい美味しいです。でこのリュックを買ったんですけど、ポケットが超よいっぱいあって真ん中のここがね開くんですよ。めちゃくちゃ便利で、上のところもポッケがもう一つあって、ここもすごいいっぱい入るんです。で一番大きいところ、パソコンも入れれるところがあって、サイドからも
ジッパーがついてて手を入れられます。で両サイドもボトル入れるようなところがあって、この生地がねジャージみたいになっててすっごい入れやすいんですよ。私あの硬い生地のやつが多いと思うんですけど、リュックってなぜか赤ワインを私入れてるんですけど、このサメのマークのところ、あのね私全然 Google マップで調べられなくってどこにあるか分かんなかったんですけど、中山エリアのところにありました。そこで買いました。そして最後にスプーンです。やっぱり持って帰ってきてよかった。めちゃくちゃ食べやすい。カレーとかね何でも食べやすいです。すっごい重宝してます。おすすめ。いやーよく食べた旅でした。本当に楽しかった。ここまでご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。